オデジャネイロオリンピックがいよいよ開幕します。日本の代表選手たちの活躍が期待されていますが、およそ160万人の日系人が住むブラジルでは、多くの日系人がブラジル代表に選ばれています。卓球もその一つで、ブラジル代表チーム6人のうち男女4人が日系ブラジル人です。北京、ロンドンに続き3大会連続の出場となるグスタボ・ツボイ選手は、母方の祖父が鹿児島県の出身です。初めてのオリンピック出場となるカズオ・松本選手は、母方の祖父が岡山県出身です。2人とも日系3世です。サンパウロ近郊で行われた代表合宿では、坪井松本両選手が最終調整に汗を流し、順調な仕上がりを見せました。 All Brazilians supporters and table tennis community in Brazil will be happy if we win against Japanese or any other players.Then when we play against the Japanese, I like to show that in Brazil we have table tennis. I want to show that we can fight against everybody. 明治41年、1908年に最初の日本人移民を乗せた笠戸丸が到着して以来、およそ100年。移民した日本人が厳しい農作業の合間に楽しんだスポーツの一つが卓球でした。ブラジル最大の日系人街があるサンパウロの住宅街。坪井選手が子どもの頃に通った卓球クラブでは、大人たちに混じって未来の坪井選手を目指す大勢の子どもたちが熱心に練習しています。このクラブで子どもたちを教えるマルコス山田さんです。山田さんはプレイヤーとして活躍した後、1975年からコーチを務めています。山田さん自身も母方の家系が高知県出身です。坪井選手を含め、これまでに何人ものトッププレイヤーを育ててきました。Gustavo Tsuboi started in this club, Itaim Keiko, with me when he was 12 years old. Older to start to play table tennis, because most of players start with 5 years old, 6 years old. But Gustavo has a special talent, so he became a great player because he had very, very good skills.卓球の競技人口は当初9割が日系人でしたが、今ではブラジル人にも人気が広がり、競技人口の4割以上がブラジル人になりました。いよいよ開幕するリオオリンピック、日系人選手たちは母国ブラジルと日系人社会の期待を背負い、大舞台での活躍を誓っています。